そろというわけで成功の攻撃者です。今回まあ情報修正というか一気にぶっ壊れ機械となりました。ハイデュー使ってきたので実況していきたいと思います。さて、ハイデューですが、まあいろいろと修正もらって、まあファンネルとか強くなったけど、やっぱり強いなっていうのは正直特殊とサブかなっていう。特殊サブとあとは風格のシャハセですね。さあ、ダインセレブ刺さったけど、刺さる、あれですね。さあ、まあ、よくある、射撃士ガードあっても、ゲロビア関係ないっていう。さあ、プレッシャー、風格から下派生、下派生2段の、からの風格。さあ、ハイパーランチャー。さあ、ブーカク、しかし、2段で止まる。さあ、ビタール突っ込んでいって、さあ、大暴れしたね、っていう感じで。さあ、ダインスレイブ刺さって。さあ、ファンネル打って。さあ、プレッシャー、シューティングバースト、はい、さあ、ハイパーランチャー2発。さあ、リンゲージで打ったけど、まあ、溜まって。さあ、プレッシャー当てた、プレッシャー放ったけど、ゼロで落として残り3コスト。さあ、ビタル落ちて、さあ、ゼイドラ落としたい。さあ、ハイパーランチャー当たらない。さあ、ちょっとまずい状態なんで、ビタルに進んで、さあ、横角出し切って、さあ、逃げて、ビタルにまあ、突っ込みながらっていう感じで。さあ、横得、N 角、出し切りまでいくかな。さあ、出し切って、サブ。さあ、サブ強い。さあ、ハイパーランチャー、なんで下まで重厚あるんだっていう。マキオンの3号機のメガビーム砲を思い出すような感じですか。さあ、N サブ当てて、終了。いやー、いろいろとまあ、テクニックあるんですけど、まあ、自分は、いまいちできてないけど、こんな感じとなりました。さて、続いての試合いきましょう。ドキドキいるのが、なんか、もう敗入なのに、ファンネル持ってるんで、ファンネル打たない謎の機体になってるっていうね。ファンネルない方が強いっていう。そういう謎の機体にとなってますね、これも。まあ、自分はファンネルばらまきながらっていう感じでやってますから。さあ、N3。まあ N の方で。さあ、ハイパーランチャー。なんであの距離当たるんだっていう感じですけど。あと、横得が強い。横得と上得、前得やりながらやると、やっぱり、もう攻撃のバリエーションがすごい増えるっていうのもあります。さあ、角度チャージ当たって。しかも、エピオンなんで、まあ、エピオンからは突っ込んでこないだろうなっていうのはありますけど、まあ、突っ込まないといいね。きついけど、こっちファンネル展開とかいろいろやりながら突っ込んで。さあ、ガードして、まあ、強振あったらあれだけど。さあ、ブーカク外れの。さあ、N サブ、前サブか。前サブ打ったけど、前サブ強制ダウンになったんだよ。今回。強制バウンドダウンになったんで、正直、エピオンからしたら、強制バウンドダウンあんまり嬉しくないっていうね。さあ、エピオンに突っ込んでいきたい。しかし、外れる。そして、ブーカク。さあ、まあ、ここまで来たからには、覚醒して逃げたいけど。さあ、ライトに覚醒。さあ、メインサブ。まあ、覚醒技打って、とりあえずっていう感じで落ちて。まあ、よく言われてるのが、まあ、この環境でよく言われるのが、なんか、やっぱり、覚醒全く使わないで、先落ちしてっていう感じが結構あるんですけど、やっぱり、このゲーム覚醒使わないで本当にゲーム終わるっちゃ終わるっていうゲームなんで。さあ、エピオン突っ込んできた。まあ、逃げるしかないなっていう感じで。ファイティングだったら本当にやばいけど、さあ、デカのことを前角。さあ、ハイパーランチャー。さあ、一発当てサブで、ダンまで。さあ、ファンネル、バラ、
ック4であって、相手に近づきたくないので0.4から逃げて。さあ、ガッとしたいけど、ちょっとカットできない感じで。しかし、APO にいいダメ、いい感じでダメージ与えられてるので。まあ、ライトに落として、で、あすぐに APO に突っ込んでいきたいって感じ。さあ、パネル展開。いやー、N サム痛い。そして、前か、派生かな。さあ、こうなったからには APO に、覚醒使って APO に突っ飛んで、メイントサーブ当てつつ終了。さて、こんな感じとなりました。それでは今回以上となります。ご視聴ありがとうございました。